2024年3月20日、5チャンネルにこんなスレが立った。Z 世代、俺たちがほうれん草しない理由は上司を信用していないから、共感の嵐。ほうれん草は必要？早速スレを見ていこう。どうして私に報告しないのですか？と怒る管理職に言いたいのは、あなたに報告してもいいことがないからだよと言い返したい。言い返せないけど。ほうれん草と連呼する管理職は、部下に指導する前に、自身の信頼感のなさについて思いを馳せればいい。信頼している人にはすぐに相談する。無能上司には相談しない。有能な上司には相談してるってだけじゃん。世代関係ない。いや仕事やろ。これは絶対嘘。コミュ障かめんどくさいだけ。世間受け入り理屈つけるなバーカ。わかる。管理職は大抵能力低いからね。信用できなくても報告はしろよカス。ほうれん草しなくていいけど、それでミスした責任は全てあなたのせいですからね。困って相談したつもりがなぜか説教タイムスタートになっちゃうのはあるあるだな。報告しておけば責任は上司になるけどそれを放棄して全部かぶりたいのかな。最低限のレベルですら信用できないのであればやめた方がいいんじゃね。無能。これわかるわ。何か言ったら怒鳴ってくるから顔合わせたくなくなる。信用しないのはいいけど仕事としての職務を果たさないんならやめろ。上司、ほうれん草しろ。俺、ここはどうすればいいですか？上司、こんなくだらない質問するな。自分で考えろ。俺、じゃあ自分でやるわ。上司、なんで相談しないんだ。俺、こういうのがあるとほうれん草しなくなるよね。つまり上司が悪い。こういう会社はすぐ辞めた方がいい。若い人は今どこの業界でも引く手あまただからいい会社を探すことにエネルギーを注ぐべき。あなたがどうかは別として、本当にゴミみたいな相談してくる人もいるからな。考えること全部丸投げみたいな。男で行政系の事務職だけどマジでこれ、聞いたら何でも聞かずに自分で考えろと怒られる。聞かずにやったら何で聞かなかったと怒られる。バカなのか。まず自分で考えてその内容をそれでいいか確認しろ。12のアホな事例に納得してるやつって何なの？どうすればいいですかじゃなくて、自分はこうしたらいいと思うけどどう思うかって聞くのが当然だろ。自分で何も考えないからそら上司に自分で考えろって言われるわ。まあその後の上司がフォローしてなければ上司にも責任はあるがしないわけないし。上になればわかるが、ほうれん草すべきことが理解できない無能なだけ。細かい話すんなよ。まあでも実際これだよな。何も考えずにただこれはどうすればいい？じゃただのアホだよな。まずとりあえず自分で考えてみてこれで正しいのもしくはもっといい方法があるのか？わからないのでどうでしょうか？と聞くのがいいと思う。最近の若いのはライフハック的に楽をしたいから聞いた方が早いという考え。うぜえな。さっさと聞かれたことだけ答えてりゃいいんだよクソ上司。会社の PC をどっかに置いてきた部下が報告しなくてね。翌日になって言い出して。若いな。Z 世代に限らずこういう青臭い切りバカは一定数いたな。まあその割合が増えたってことか。いつも報告してないと何かあった時に自分のせいにされるのに。報告してないと自分のせいにされるってのが、そもそも上司の責任逃れのための言い訳だよな。ダイハツの不正でこの話やりたまに上がってたな。責任取ってやめますって言いたいんだろなてめえの首ごときでどうなるもんでもないのに。意味不すぎる。最近おっさんが若者のふりしてこういう逆張り系ポストでいいねもらって大喜びって多すぎる。上司は調整するのが仕事だからな。遅れてたら遅れてるって報告、順調に進んでても少し遅れてるって報告、これで他の仕事が回ってくることを回避できる。Z 世代ヘリクス世代の間違いじゃねえか？仕事放棄じゃん。危なそうな案件であれば現状こうやっているがこういう問題が将来あり得る？それに関してこうしようと思うが上や関係各所に働きかける必要が出るかもしれないのでその時はよろしくお願いしますって感じで報告はしている。危なさがない案件なら報告しない。聞かれたら順調ですって答えている。信用してないならなおのことほうれん草欠かさずにやらないとおかしいことになるだろ。まあどうせただの言い訳なんだよなこういうのって。うまいこと言って逃げてごまかしてるだけ。闇バイトで強盗したり旅館を壊した奴らといい Z 世代ヤバすぎだろ。やはり鉄拳制裁は正しかった。俺は自分のミスを隠蔽するために上司に黙っていてことが重大になりそうになったら退職するを繰り返してるわ。でもそれで年収は上がり続けているから社会はちょろい。信用してないなら余計にこんな状況になるかもしれないから、と正式に報告しておかない聞いてない知らないお前の責任だと言い始めるからやばいよ。こうなる可能性あるから周りへのフォローお願いしますと言っておけば逃げられないからね。要はもっと相談しやすい空気出してくれって話だろ。話ずれてるやつ多すぎ。それもずれてるよ。甘えるなクズ。今の20歳代前半ぐらいの連中ってやばいぐらい頭悪いよな。日本の未来は暗いわ。ベトナムから来たハングリーでたくましい移民に駆逐されるだろうな。相談なんていらないんだよ。報告して状況を説明した以上あなたにも責任あるんですよ。ってことにしておくのが重要。言いたいのは言い返したい。
従業員数が100人くらいの会社の社長はそんなのが多いよ。自分の裁量でお金を集めて事業を拡大させてきた叩き上げなので、まともな上司の元で部下として働いた経験がない。何を指示すればいいかわからないので抽象的な訓示しかできなくて、朝礼でも会議でも人の話を聞く前に喋りまくる。そしてノルマや成果目標を突きつけて脅す。俺が稼いだ金で回してる会社の金で食わせてやってるのだから一言一句文句を言わさないとばかりにいたけだかに振る舞うので、周囲に残るのはイエスマンばかり。意見したり提案してくる社員はすぐにクビ。景気のいい業界でもこうして100人くらいの規模で成長が止まる。じゃあ自分でやるわがおかしいだろ。言い返せよ。言い返したらまたその場合怒ってくるのが会社の上司だぞ。飲み会にも来ないくせに、相談しやすい空気作れとかバカすぎでしょ。できる奴は飲み会にも食事誘っても来る。狼はじいさんばかりだから意味がわからんだろうな。狼はこういう話題がちで頭の固いおっさん側になるんだよな。さすが狼って感じ。プロ野球でも Z 世代はちょっとした言葉で傷つくから扱いが難しいと往年の名選手たちがつべで言ってた。今時の若者は、なんていつの時代のおっさんも言うことだわ。昨今は特にパワハラや差別に厳しい世の中になってるんだから、ずっと昔の感覚でいる方も悪い。ほうれん草しない部下のせいにできるからしたくないなら別にしなくていいよ。能力はないくせにヘリクツだけ配置人前。使えねえクソガキ。お前らみたいなゴミが給料をもらえてるのは俺のおかげだ。まずすぐ自分に置き換えて頭に血のぼらせる癖を改めろ。ガチだなぁとしか。仕事を円滑に進めたいのは全員同じなはずなのに、なんでいちいち引っかかるようなことを全員がするのか。勤続30年目の管理職なのでこういう意見には正直耳が痛い。まあこんなやつどうでもいいのだけれど。お互い様だよな。こういうヘリクツ野郎を弾かなかった人事が悪い。自分らしく教育のせいか。アホすぎる、孤立するだけ。クソな環境ならなおさら自分が損しないような選択をしないといけないんだけどな。いいことがあるとかないとかじゃないじゃん。今の若いやつは、と同じように老害は、もう昔から連綿と紡がれてる。報告しろと言っていたのに報告しないのであれば、何かあったら全責任を本人が負うことなる。会社に上層部に対しても本人の問題だと報告することになる。上司としての価値は少なくなるし楽だからそれでいいというならいいんだけどね。老害とか言ってる奴は年取ったら 100% 今時の若い奴らはと言って老害と言われるようになる。単に無能なだけやねん。狼住人やん。聞いてすぐわかることは聞いた方がいいに決まってるだろ。聞いてもわからないことを考えるのに時間を使えよ。それで自分が上司にらなったら誰に聞くんだよ。まあネットで正解調べたりして自分で考えずにすぐに正解もらえるのが当然だと思っているからね。俺もやらなかったな。理由は上司が全くほうれん草しなかったから。文脈から見て、無能上司が後になってほうれん草は見えてることに対して言ってるんだろ。報告したらもっとろくなことになってなかったと。無能で逃げる奴ならこういった問題起きそうだから、その時は一連卓章とまでは言わなくて、こういったことに関してはあなたの仕事だからやってくださいね。くらいのことをオブラートに包んで言っとくべきだぞ。基本的な業務手順を教えたり手順書を渡すなりはしなきゃダメだけどな。応用は自分でこうしたいと考えています。くらい言えるようになってほしいな。報告はしておかないと何かあった場合に責任問題になるからしておいた方がいい。自分のせいにされたくなければな。ヒヤリハット。バカなやつってなんであんなに想像力足りないな。とあと自分が困ることすら想像できないから黙っとくんだろ。ヤバすぎるて。若造のうちは言った時点で免責されるから何でも言っとけ。そのうちそれでどうすんだよ、どう責任取るんだよと言われるようになってやっと一挙前。トラブルになるのはそいつが境界性知能なんだろ。なんで情報共有したくねえんだよ。バカかよ。信頼できなくても何かあった時に助けてくれなくなるぞ。上司も共犯者にするためにほうれん草は欠かさない。報告は口頭だと聞いてない言い出すから CC メールでにしてる。もちろんメールでも念のためと書きつつ、実際はエビデンス残しは欠かせないし、上司だけじゃなくプロジェクトなら他のメンバー全員に、部署なら部署のメンバー全員に CC はしておくべき。人も物も使い捨て。報告と連絡はしろ、相談はしなくていい。 Z じゃなくてもこれはわかる。1行ったら10帰ってきて仕事が進まない。今時普通の会社では営業かける先のリストもその順番も営業トークもクロージング方法ももちろん、日報とか報告の仕方もこと細かく決めてあるよ。属人的な仕事をされたら引き継ぎできないし、引き継ぎできなきゃ休みもちゃんと取らせられない。上司に従いたくないなら昇進するか起用しろ。報告も相談もしない奴はちょんぼやらかした時に助けてもらえないぞ。なんだその感情論。責任全部上にぶん投げろ。そのためのほうれん草。Z 世代イコール新人の設定で考えてるのなら、新人に任せる仕事なんかどうなってもいいような案件なんだよ。どうなってもいいし、新人で考えてやれる範囲のことしかやらせてない。失敗してもいいから自分で考えてほしいんだよ。欲しいというかそうなってもらわないといけないので、答えは持っているがヒントだけ出すか自分で考えるように促す。ほうれん草なしでどうやって仕事するんだよ。
相談はともかく報告しないは普通にヤバい。それつまり仕事の内容を誰も共有できないってことやろ。現場猫案件。聞いてないってのは、上司含め必要箇所へメールを送っておけって意味だろ。てか一回やられたら気づくだろ。252万表示で1551いいねは少なすぎる。報告を怠って自ら信用をなくすようなことする部下に言われたくないよな。そういう感じで報告連絡相談してこないのは、こっちからしたらわかるし、その程度のこともできないこという評価であげるし、そうなればもう、ないで。手柄は上司のもの、失態は部下によるもの。報告したらいちいちうるせえって言われるし。報告しても説教しだしたり余計な仕事を増やす人にはしたくない。アドバイスや一緒に考えてくれる人には逐一報告する。だから自分が報告されても嫌な顔や頭ごなしに怒ることはしないかな。仕事だから失敗したら損するの自分じゃないか。問題があったら早めに報告して共有して、それでも失敗したら上司のせいにもできるのに。絡むたびにいちいち無駄な時間取るやつがうざい。今仕事中だろと。でやらかすのが Z、俺もしなかったけどやらかしたことはない。その理屈だと上司も部下を信用してないからという理由で仕事を教える必要ないね。ツイッターって頭の悪い愚痴言って共感してもらってうさばらすツールになってるよね。いいねもらった数よりはるかに多くの人からこいつアホだなぁと思われてることに気づこう。引用で批判してるツイートの方が30倍いいねもらってる。日本は早くバンバン正社員の首切れるようにした方がいい。解雇に納得ができないと裁判までやって解雇取り消しを勝ち取る人のニュースとかたまにあるけど解雇通告から早くても1年くらいかかるからね。そこまでエネルギー費やしてでも戻りたいような会社ある？日本も実質的に解雇し放題でしょ。ダメな奴ほど人に自己投影するから立ちが悪い。信用できない原因は身自身のダメさ加減にあることを思い知ること。この場合の、ダメな奴とは？承認欲求が強いにもかかわらずいわゆる、自己肯定感がなさすぎるゆえに違った意見を持つ者を敵とみなす始末に負えないアホ。そもそもこの自称 Z 世代っていうガキは価値ないのを勘違いすんなよ。お前らは老人の養分になれ。上に話を通しておけば責任は回避できるのにバカだな。書面に残して情報共有しておけば完璧。X って病的なコミュ障が多くて引くよな。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。